写真拡大。巨人小林が都内で乗用車を運転中に自転車と衝突し、30代男性に怪我を負わせていたことが分かった。男性が軽傷だったのは不幸中の幸いだが、実力を持ちながら毎年のように繰り返される不注意とあって、正捕手候補から一転、降格しかねない状況になりつつある。一日に小林が運転する車が世田谷区内の路地から左折して環状7号線に入る際、直進してきた自転車と接触。男性は右足に軽い打撲を負い、小林に怪我はなかった。事故が起きたのは午後4時半ごろ。ジャイアンツ球場での練習を終えた帰り道だったといい、球団側も行動そのものは問題視していない。発生直後に小林は警察や消防、球団にも連絡を入れ、誠意ある対応を取ったという。ただ、罰が悪いのはコロナ禍でのバッドニュース。小林は6月21日の阪神戦、東京ドームで受けた死球で左尺骨を骨折し、現在はリハビリ過程にある。早期復活を望むファンも多い中、グラウンド外の不注意で水を差してしまった格好だ。チームや球団内には、まあ高よ、の空気も漂う。というのも、こうした失点が初めてではないためだ。交通事故は昨年1月にも起こしている。自主トレで訪れていた大阪府内の路上で信号待ちをしている際に、前に停車していた車に追突。双方に怪我はなく、物損事故として処理された。今回、球団が小林自らがハンドルを握っての通勤を禁止したのも、一種の累積によるペナルティーだという。また、2年前の6月には G 球場での全体練習に約1時間半遅刻し、当時の首脳陣から猛省を促された。球界屈指の強肩を誇り、今季は課題だった打撃も好調を維持して開幕を迎えた。アクシデントでの離脱はやむを得ないが、毎年のようにプレー以外のところで何かしらのミスをつけてしまう。そうした点で全幅の信頼を置かれないのは本当にもったいない。チームスタッフとかねて指摘されていた。球団は自転車の男性の方には球団としても深くお詫びしています。今後についても本人と話し合って事故防止に努めることとしますとコメントした。事情はどうあれ、離脱中のトラブルが首脳陣の心象にプラスに作用することはない。